こんにちは、クロヤンです。今回は、だいぶ前に、読み語りをした、この、女神転生の悪魔辞典の方で、2月3日がですね、節分ということで、鬼について紹介していきたいと思います。この女神転生っていうゲームシリーズでも、鬼は出てくるんですけど、何種類か鬼はいるんですけど、今回ご紹介するのは、鬼の中の鬼というか普通の鬼なんですけど、この邪気鬼のページですねをご紹介したいと思います。読むだけなんで、あまり長い動画にはならないと思いますが、軽くね、ざっくりとした説明だけなんでご紹介したいと思います。では行きます。鬼、人間に襲いかかってくる妖怪。そのこと、その語源は、人知れず隠れ住むことを意味する因が由来だとする説がある。隠れるっていう字ですね。陰徳の陰っていう意味が由来だとする説がある、中国における鬼は死者のさまよる魂のことを指す。日本の鬼は一般的に極で、巨大な体で、棍棒を持っている、虎の皮の腰巻きを牛のような2本の角がある姿で描かれるのは、鬼のいる方向が指すであるためと思われる。住処は人里離れた山奥や離れ小島で、島には鬼ヶ島があるという。出現するのは夕方から夜明けまでで、もののけが潮流を発行する時間帯なので、百鬼夜行とも呼ばれた。恨みや、年を経たため人間が鬼になるというとも言うが、逸話や物語での鬼の原型は朝廷に逆らった者や大政に従わない者たちだと思われる。多分ね、もう大和朝廷からすればもう東北の人たちとかね、あと九州の方での薩摩隼人って呼ばれる人たち、それが今大河でやっているね、西郷どんとかの薩摩系の、武士っぽいというか、語源というかなったんだあれかなと思いますけど、はい、こんな鬼でした。ちょっとこれでは動画が短すぎるので、したような顔が猿で、体がなんだろう、これ犬か猫かで、尻尾が蛇みたいなね、このなんかキメラみたいなねやつをヌエって言うんですけど、それの紹介もしていきたいと思いますね。ちょっと時間が余っちゃったんで、はい。ヌエ、元は虎つぐみの衣装とされる。虎つぐみは雪明け、雪明けじゃない、